突然だが子供に暴力を振るう父親ってどう思う？俺は苦手だ。とはいえ俺は暴力の全てを否定するわけじゃない。誰もが口出しちゃってわけでもないし、言葉が通じない子供も世の中にはたくさんいるからな。言うことを聞かない腹いせに殴るわけじゃなければいいと思う。っていうか理由があって殴った分パウロは十分に大人だと思う。俺は許そう。だから教えてくれパウロ、暴力が大好きなお嬢様に勉強も大事だって教えるにはどうしたらいいんだ。